そうですね、全く変わらないです。で、僕自身考えてるのは、まあ、少年時代にその縁があってオートバイと関わり合い、面白い乗り物だなっていうふうに感じて、で、まあ、あのロードレースのレーシングチームと縁があってアマチュアレーサー、それから、まあ、日本国内のヤマハっていうオートバイメーカーさんと契約をさせていただいて、国内海外、それから皆さんもご存知だと思うんですけど、鈴鹿八体っていう耐久レース等に数多く出させてもらいました。やっぱりスポーツ選手っていうとある程度の年齢でね、やっぱりあの肉体的な限界もありますから、引退をし現在に至るんですけれども、ですから少年時代と全く今あのオートバイとの距離感というのは変わらないんですね。現役中はやっぱりその怪我をしちゃいけないっていうことで、どちらかというとツーリングなんかもそうですし、オートバイに一般道で乗ることは控えてました。はい。で、もともとその少年時代からオートバイが好きでしたから、まあ、引退と同時にそういうツーリングを数多くするような関わり合いを持ったわけですね。その当時乗っていたオートバイ、新車で買って6年半で、17万8千キロ走りました。まあ、それぐらいその全国各地あのオートバイで走ってたんですけど、ツーリングの計画をするっていうのはすごく楽しいんですね。でルートを決めたりとか、そんな形で今定期的にツーリングを行ってます。ユーロを着用させていただいてます。非常にプロテクションもしっかりしてますし、まあ、あんまり皆さんに言ってませんが、ユーロを着用してサーキットで転んだことがあるんですよ。サーキットでそこそこのスピードでユーロを着用して転んでも破れなかったです。これはすごいなと、で僕自身のテクニックは衰えてますけれども、ライディングギアも日々進歩してるなということで守っていただいて、怪我は全く しなかったんですけど、ユーロの安全性っていうのはもう他社に比較にならないぐらい優位性があると思います。それからこの新しい新素材 のインナー、これも程よくその暑くなく寒くなく、その体温程度の温度をずっとこう保てるような、非常にその辺が着てても着心地が良くて、いいなと思います。オートバイの魅力っていうのは、やっぱり最大の魅力っていうのは、裏返すと多少そのリスキーな部分があって、その怖い部分、危険な部分があるからこそ楽しいんだと思うんですよ。ライダーさんがそのオートバイを乗ってちゃんとこう乗りこなす、でライダーによってそのすごくこう優越が変わるじゃないですか。だからそういうところが要求される遊び道具かなと思います。まあ、当時本田さん、鈴木さん、佐々木さんと同僚じゃないですもんね、敵ですもん ね言葉悪くて申し訳ないですけど、敵ともう戦争をするっていう意識ですよね。はい、ですからそういった真剣さがファンの目に留まったり、ファンの人たちが数千円、数万円、八体ですと数万円ですよね。やっぱりそういう対価の価値にそういう真剣なレースが行われると、やっぱりこう相乗効果でファンがこう増えたり、ブームになるんじゃないかなと思いますね。やっぱり真剣勝負っていうのは面白いですよね。